かるハワイに上陸いたしました。ここが僕のアナザースカイでございます。すごくライトアップも綺麗でおしゃれに映っております。最終問題を一問出させてもらいたいと思います。回答の方ドン、はい、ドン。先日ですね、はい、プライベートで、はい、ハワイにちょっと行かせていただいたんですけども、そこでね、ディズニー好きの人なら話は聞いたことあるんじゃないかと、はい、アウラニリゾートホテルの方にちょっと遊びに行ってきましたので、その時の映像をみんなにシンプルにシェアハピしたい、楽しんでもらいたいなということで、はい、撮ってまいりました、はい、それをただ見てもらうだけじゃ面白くないと、はい、アウラニにまつわるクイズを、はい、5問映像の中で準備しております。5問皆さんチャレンジしてもらって、はい、正解数が一番多かった人には、はい、ハワイで買ってきた超ウルトラスーパーハイパー豪華な景品を準備しております。題して光る世界不思議発見。はい、世界不思議発見スタート。はい、はい、ということで、はい、もう早速もう動画準備しておりますので、はい、まずクイズが出るまでは、はい、シンプルに皆さん楽しんでください。映像をね、はい、じゃあ早速見ていきたいと思います。せーの、はい、ということで皆さんアロハー、ということでですね、やってまいりましたアウラニリゾートホテルでございます。ということで光るハワイに上陸いたしました。ここが僕のアナザースカイでございます。アウラニリゾートホテルはですね、ディズニー好きが集まったこのチャンネルの視聴者さんなら知ってる方も多いんじゃないでしょうか。ハワイにあるディズニーリゾートって言っても過言じゃないですね。ディズニーのホテルでございます。そのホテルを皆様に、今回はもうボケなしで真剣にいいホテルなんだよっていう皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、お楽しみください。早速ついてきてください。レッツゴー。レッツゴー。できました。見てください、この景色。はい、ということで、早速ね、僕がアウラニリゾートに来たら、絶対に行くスポットがあるので、そこを皆さんご案内いたしますので、ついてきてください。ついてきて。白飛び見てください、この景色。はい、入り口を越えてですね、そのまま突っ切るとですね、こうやって一面青空に照らされ、ホテルを両方こう一望できるですねスポットに来れるんですけど、ここにソファーがですね並んでるんですよ。なんでこのソファーでのんびりチルすることができるこのスポットでゆっくりしたいと思います。寝れるんだ、そこ。早速ここで第1問目を出したいと思います。はい、ここアウラニリゾートホテルなんですけども、皆さんよくアウラニアウラニ言ってるんですけども、このアウラニっていう言葉には一体どんな意味が込められているのでしょうか。アウラニの言葉の意味をお答えくださいませ。どうぞ。はい、なるほど。まず第1問、アウラニの単語の意味を皆様お答えくださいませ。どうぞ。ア
危ない。ヒントもなし。いや、ヒントは別にいいよ。いいの？いいよ、ヒントぐらいは。ハワイ語これ。そう、ハワイ語です。ヒントはハワイ語。ハワイ語。ハワイ語やし、ハワイです。あー、なるほどね。はい。あ、早いね。もう答えちゃった。いや、これはフィーリングってことだよ。あー、まあまあね。まあ、メッセージみたいなもんよね。メッセージ？え、メッセージ？じゃ違うの？問いかけなの？問いかけではない。問いかけではない。問いかけではない。うん、メッセージ。こうしようみたいな。会話？え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？口滑ったかもしれない。じゃあ会話。じゃあ会話。整いましたか？はい。それでは皆様、回答の方。オープン。はい。ややん。ダン。タマヤ。ふるさと、なるほどね、ぽいね、はい、ぽいぽいぽい。みーちゃん、憩いの場、うん、なるほどね、オープニングの車つれてありがとうございます。そっくりですね。はい、楽園、おー、なるほど、はい、ふるさと、憩いの場、楽園ね、OK、うん、じゃあ、正解の方を見ていきたいと思います。はい、正解は、あうらに、この言葉の意味はメッセンジャーっていう。このメッセンジャーっていう意味なんですけども、ハワイの伝統や文化、このさまざまな魅力、世界に広げるぞっていう思いが込められた名前らしいです。なので僕もこの魅力がより皆様に伝えれるように引き続きお伝えしていこうと思いますので、皆様どうぞついてきてください。ということで、正解者はなしです。デレンデレンデレン。はい、ということで皆さん惜しかったですね。でも、はい、いい回答ですね。メッセージって言ってなかった。そう、意見を口滑らした言うて、口滑らせたじゃなくて、もう答えギリギリ言ってたら答えなんか通りつかれへんの。ギリね。じゃあまだ一旦不正解ということで、はい、しっかりしてください。はい、行きます。はい、続き正解はできましたかね。では次のスポットへ行きます。レッツゴー。今中をちょっと散策しているんですけども、このアムラネにもですね、いろんなお土産屋さんがあります。このお土産屋さんの中にはハワイのディズニーのグッズがいっぱいあるんですけども、ハワイ限定のディズニーグッズとかもいっぱいあるので、それも後ほど紹介していきたいと思うんですけど、一旦ちょっと中を散策していきましょう。行きましょう。ここはホテルの部屋に行く通路ですね。客室が今ずらっと並んでる通路にいるんですけども、その通路の壁紙、なんとディズニーリゾートでもおなじみの隠れにっぽいになっております。はい、じゃあ皆さんにも探していただきましょう。はい、探してください。はい、3、2、1、はい、ということで正解は、はい、こちら。ここだけじゃなくて、ホテルにもありますね。はい、ということで今みたいに散歩していて、今度はこういう大きな壁にこんな一面絵が描かれたものとかもあります。この中にきっと隠れ日記あるんだろうな、あるんだろうな、あるんだろうな。あ、はい、ありました。隠れ日記でございますね。もうこれ誰の顔を見ても隠れ日記でしょ。すいません、僕は今これしか見つけられなかったんですけども、ディズニーリゾートで鍛えられた皆さんの隠れミッキーを探す研究があれば、きっとこの大きな絵の中に何個か隠れミッキーを見つけているはずだと思いますので、ぜひ探して教えてください、僕に。よろしいですか。はい、ということで次のところ行きましょう。レッツゴー。はい、ということで、アウラニの中にはお土産ショップが2個ですかね、あるんですけど、1個目ハデマヌっていうお店を早速見させてもらったんですけど、中には可愛いハンドソープだったりとか、男性もののアロハシャツ、ディズニーの絵が描かれた絵画みたいな、油絵みたいなのだったりして、めちゃめちゃ可愛かったです。でどれも言えることなんですけど、ハワイ限定のグッズたちです。なんで、これ欲しいな、あれ欲しいなと思っても、ここアウラニでしか買えないものがありますので、買いたかったらぜひアウラニに遊びに来てください。ということで、もう1個カレーパストアっていうのが今目の前にあるので、ここにも早速ちょっと入っていきたいと思います。ということで中見ていきましょう。レッツゴー。今や東京ディズニーリゾートにもいる仲間、オル君ですね。
僕はここアウラにしかいなかったキャラクターなんです。オリックみたいな、うわーいますね。でもちろんそれ以外にモアナ、ハワイって言ったらモアナですよ。モアナスケッチ、謎のキャラクターの T シャツです。こんにちは、ありがとうございます。商品のロゴにアウラニって書いてあるのがなんか嬉しいですよね。ハワイ限定みたいな、アウラニリゾートって書いてあるのが個人的にはなんか嬉しいです。え、でかんないこれ。カチューシャとかも時期によって限定がどん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 新しいのが出てきていると思うので、歴代の限定カチューシャみたいなのを持っておくと価値がどんどん上がっていくらしいので、ぜひコレクションとかで集めるのもいいかもしれないです。こいつがね、何やったっけな。ここでね、この人実は日本人で、なんと今我々のいるこの事務所の近くが実家です。えぇ、でそれで仲良くなって YouTube も登録してくれて、えぇ、はい、お友達になりました。で、さっきの謎のキャラクターの紹介を今してくれてる。カレパンストアっていうお土産屋さんの奥の方に謎のシリキュートゥンブみたいな偶像があって、これ何やろなと思ったんですけど、アウラニの日本人の働いてる方が親切に教えていただきました。あのキャラクターはメネフネっていうキャラクターらしいんですよ。ハワイの伝統的なキャラクターとアウラニが合体して、このアウラニにメネクネっていうキャラクターも存在してるらしいんですけど、この建物内にメネクネさん380体隠れてるらしいです。そのメネクネさん、例えば、はい、あそこに隠れてますね。可愛くないですか。ひょっこりしてますね。こことかほらね、平気な顔しているでしょメネクネさん。はい、ここメネフネ、はい、メネフネで、この鍵穴の中を覗くとこんな映像が広がってます。ドン、なんと鍵穴の中にメネフネっていう感じで、隠れメネフネがいっぱいいるぞ。カレパストアの裏にも隠れメネフネがひょっこりこっちを覗いてます。メネフネグッズっていうのもこのお土産屋さんに売ってありますので、ぜひチェックしてみてください。今度は外に出ていきたいと思います。ということでレッツゴー。はい、ということで今度は外に出てまいりました。見てください、この景色、はい、素晴らしいですね。で、アウラニにはですね、数箇所カフェだったりレストランが存在します。数箇所あるレストランのうち、マカヒキっていうレストランがあるんですけど、これがそのマカヒキレストランとなっております。ではここでお久しぶりの問題でございます。ここマカヒキレストランでは入ったお客様全員が受けれるサービスがございます。そのサービスとは一体何でしょうか。はい、お待たせしました。いやでもめっちゃいい感じだわ。いいでしょ。いいな。そう、なんかいいなーっていう気持ちと羨ましさと妬みでなんかすごい感情が複雑やろ。このマカヒキレストラン、はい、で全員が受けれるサービスがあるんですけども、全員が男女関係なく、男女関係ない、男女関係ない、っていうよりは、人グループっていうのかな。人グループ、うん、幅広いな。分かった、それは一体何でしょうか。シンキングタイムスタート。人グループ、 What about that? え、なんか壮大、壮大ではね、人によっては壮大かな。はい、決まりました。 OK、 OK、 いいよ。いった、はい、絞って整いましたか。はい、整いました。それでは、皆様回答の方オープン。せーの、ドカン。記念写真、はい、おー、なるほど。ミッキーが会いに来てくれる、はは、ミッキーが、あ、おお、そこ一緒、え、最初こっちだった、はい、なるほどね。では、はい、回答の方見ていきたいと思います。ということで正解はですね、マカヒキレストランに入ったお客様全員の各テーブルにディズニーキャラクターたちが挨拶に来てくれます。はい、
ということで、例えばミッキーだったりミニーちゃんだったりキャラクターたちがですね、食事中の僕たちのところにアロハーつって挨拶に来てくれます。そこで写真を撮って、また思い出の写真がいっぱい作れますよっていうサービスになっております。で、この幕張レストランなんですけども、来るキャラクターたちに紙とペンを用意しておけば、日本のディズニーリゾートと一緒でサインをもらうこともできるので、会員とかが欲しい方はぜひ紙とペンを準備して遊びに来てください。これに付随して一つですね、豆知識なんですけども、このマウラニリゾートではですね、いろんなキャラクターたちがいます。写真をスタッフさんが撮ってくれます。撮ってくれた時にですね、アウラニリゾートではこういうフォトパスっていうものをもらうことができます。これ僕たち宿泊してないんですけど、もらうことができます。これは何かと言いますと、裏に書いてあるアロハから始まる ID 番号があるんですよ。この ID 番号を宿泊しているテレビに入力することによって、その日キャストさんから撮ってもらった家族の思い出写真とか、レストランで撮ってもらった写真とかっていうのがお部屋のテレビで見ることができます。または携帯電話のアプリの中に入力することで見ることができるようになっております。そういうサービスのカードですので、先ほどのお土産屋さんカレーパストアでこのカードの ID 番号を入力すると、宿泊してない人でもここに入っている写真が見ることができます。で、購入することとかもできるので、ぜひチェックしてみてください。これがフォトパスです。いないという感じですね。正解者、はい、ディーガミーちゃん。でも記念写真もあってるから、写真はした上でできる。でも、そのミッキー系だったらミッキーじゃないやん。いや、ミッキーも来るの。いや、ミッキー系だったらミッキーじゃないよ。普段からこうやってずっとこねる。いや、ミッキーじゃなかったらミッキーじゃないやん。だからごめんな。はい、ミッキーには会ったのかな。これには会えませんでした。会えませんでした。ただ、この今撮ってるところにプルートが来てくれて、で、プルートと写真撮った。いいな。嬉しい。それをスタッフさんが撮ってくれたけ、うん、パスでもらってたんだ。そういうことね。そう、おー、あ、全然いいね。それが遊び行くだけでも全然大丈夫だから、レストランの外でも撮ってもらえる。そう、撮ってくれる。いいなっていう感じですね。ちゃんとディズニーしてんだね。そう、ちゃんとディズニー。へー、はい、じゃあ続き見ていきたいと思います。はい、はい、ということで、アウラニリゾートにはですね、大きな大きなプールがございます。で、今見ていただいて、違う、どっちの声だ。このプール以外にも、このプールプールとか、いろんなプールがあります。何箇所もあるし、あの、ほんと見えてないだけで奥の方にもいっぱいあるんですよ。2カ国語音声が流れてる。そしてなんとこちらにはカラの声ハワイ語だったの。ああいう吹き替えにされてる。アウラニの泊まっている方は泳ぐことができるビーチです。ラグーン、おい、見ろよちゃんと専用のラグーン。なんで海で泳いでシュノーケルつけて魚を見て、わー、いっぱい魚がいるね、楽しいね、海って楽しいね、上がりました、体塩だらけです、うわ塩だらけ嫌やなと思ったら、上がってきてそのままプールにダイブで体を洗い流せます。はい、ということで、この中途半端な顔面の真っ最中で問題でございます。ここアウラニのプールサイドにはいくつかお店があるのですが、その中にあるウルカフェというショップで、とあるものを購入すると何度でも受けれるサービスがございます。そのものとサービスとは一体何でしょうか。お答えください。ごめん、もうどっちで副音声のあれが面白すぎて、面白すぎやったわ。ってことでしょ。おーい、見とけや。おー、来てるやん。はい、答えてください。どうぞ。アウラニリゾートの中のブルーカフェでとあるものが購入すると。そう、まあプールの目の前に海があったよね。うん、で、海に入って魚を見て楽しんで、うん、その後その体についた塩をプールでバーン流し込む、うん、で、洗うこともできるよ、何度でも楽しむことができるよ。あー、これ以上はちょっとあれかな。でもさ、カフェやからできることやんな。でもまあね、
ただ正直に言うわ、ここのカフェでは買うだけ。あーなるほどね、オッケー、じゃあ分かった、これや。それでは皆さん、答えの方、はい、オープン。ライバーバッシャイン。ドリンクを買うとビーチチェアを借りれる。おお、なるほど、ここいいわ。なるほどね。みーちゃん、ドリンクを購入すると何杯でも飲める。なるほどね、飲み放題みたいな。うん、はい。日焼け止めを買うと塗ってもらえる。性的なサービス。違う違う違う、そのサービスいいな。プール入って落ちちゃう。あー、そういうこと。背中とか届かないってさ、やっぱハワイだから日がきついから、何回もこうやって塗ってもらえる。めっちゃ塗らないと危ないのかな。なるほどね、それは持参ではなくそのカフェで買わんと塗ってもらえるんだよね。なるほどね。これダメだね、これ。はい、それでは、正解の方いきたいと思います。ない。遊ぶところが多いアウラネリゾートなんですけども、そのプールや海で遊んだ後に皆さん喉乾きますよね。喉乾くと思うんですよ。でこのアウラネリゾートにはですね、はい、こちらウルカフェっていうところのこちらのマグカップありますよね。こちらはリフィルマグカップと言いまして、このカップさえ購入していればアウラニリゾート内にあるドリンクステーションっていうのが数箇所あるんですよ。そこのドリンクステーションの飲み物、そのカップを持ってさえいれば無限に飲み放題です。おかわり自由、何杯でも飲んで大丈夫です。それが売ってあるのがこのウルカフェに売ってありますので、ぜひ皆様購入して、熱中症対策しながら楽しんでください。はい、正解はマグカップを買うことによって無限に飲み放題、ドリンクステーションがあって、そこの飲み物飲み放題と。どう思いますか。まあいいんじゃない。じゃあみーちゃん正解。やったー。俺はまあ正解。頼みよかったのに。いや、いいね、そのサービスと思う。え、これめっちゃいいよね。めっちゃいいよ。これかと思った。いつも一番ないなと思った。はい、大丈夫、行こう、次行きましょうね。はい、じゃあ行きます、次。はい、行きましょう。はい、おーい。長くないよ、それ言ったら。よく、はい、行くよ。はい、じゃあちょっと次のところに行きたいと思います。これめっちゃいい。あ、いいな。やっぱ暑い。あ、でもやっぱ暑い暑い。でも暑い方はこの季節は涼しかった。めっちゃモアだね。ということで、これがアウラニのラグーンでございます。このラグーンはですね、こういう椅子だったり傘だったりっていうのがあるので、ここにいくらでも座って居候してもらっても大丈夫です。で、昼寝して、日の光を浴びて、ここでのんびり休憩するっていうのもめちゃくちゃいいですよ。そしてこのサンセットを見ながら過ごすのもよし、そしてこの裏はですね、この時間になるとですね、すごくライトアップも綺麗でおしゃれに映っております。この綺麗なアウラニの景色をバックに、ここで問題でございます。このアウラニリゾートができた日はなんですけども、もともとはですね、ディズニーが、このハワイって土地があまりに余ってるんですよ、今もなお。このハワイにどうしてもディズニーリゾートを作りたいと懇願するんですよ。でもダメだと、ハワイはこんな綺麗な自然の土地に機械的なものを、大きな施設を作りたくないと。だから絶対にダメだ、ディズニーリゾートを作るのはダメだってハワイは言うんですよ。でもディズニーは諦めません。ハワイにぜひともディズニーを作りたいって言うんですけども、ハワイは断固として嫌だと言います。そこでディズニーは考えました。じゃあハワイに何かしらの誠意を見せなきゃいけないなと。その誠意を見たハワイは、なるほど、ディズニーリゾートは作れないが、これだったら作れるかっていうことで、できたのがアウラニリゾートディズニーのホテルでございます。さあ、その
ディズニーがしたハワイに対する誠意を見せた行動とは何でしょうか。お答えください。ディズニーがハワイに見せた誠意ですね。はい。お、早っ。求めましたか。はい、来た。求めました。はい、はい、はい、それでは、皆さん答えの方、はい、せーの、ドン。ただリロン&スティッチにハワイの偉い人を登場させた。おお、なるほど。おお、そっちは。みーちゃん、リロン&スティッチを作った作品。なるほど。ディズニーキャラクター。そうで、そうでね。なんて書いてるか本気どうでさ。なるほどね、誠意伝わるわ。いや、誠意ですからね。ディズニーキャラまで登場させて、果たして正解はいるんでしょうか。はい、はい、見ていただきます。はい、ダン。はい、ということで、わかりましたか。こちら諸説はあります。正解は作品を作ります。ハワイをリスペクトした作品を作ろう。それをハワイに見せて誠意を伝えようということで、できたのがリロ&スティッチなんですよね。ハワイの土地をモデルとした作品をできましたよと見せてもらって、そこまでしてくれるんだディズニーさんと。でもごめんなさい、大きなディズニーリゾートを作ることはできない代わりに、ハワイのこの自然豊かさとディズニーというのを混ぜ合わせたリゾートホテルなら作れるかもしれませんねっていうことでできたのがアウラニリゾートホテルだそうですよ。はい、しょ、正解はリロ&スティッチを作ったでございます。すごくない。いや、正解。浅いわ。いや、深読みしすぎないよ。いや、いや、それだけじゃさ、正義は伝わらんやん。でも、惜しいね。最初でもこれやってんけど、うん、これこれこれ。いや、ちゃうわ。これや、これ。マジか、これ、最初これやってん。いや、でも、マジで。でも、これじゃあ、ちょっと、正義、なんか浅すぎんだと。なるほどね。やっぱ、偉い人を登場させて、うんうんうん、やらしいよ。だから、実は、やらしい、やらしい。これが本で。これは見せかけ、表向き、諸説、諸説、そう、諸説。じゃあ、そう、でも、カメハメハの一個前に、まずこれが、まずこれの前に、ね、この前にこれがあって、それもダメージだよね。だから、BJ さん、あ、これは BJ さんだよ。キンバーもよ。あ、なるほど。これは隠れ、でも、それがダメでこれがあったけんできたわけやから、これなんだ。いやなるほどね。で、ダメ。じゃあ皆さん、次最終問題ですよ。え、もう、よしよしよし、まだある。あ、まだあるよ。今のポイントはみんな3 1 4 0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 
かもよ。あるかもよ。絶対10問題だって。あるかもよ。それはちょっと見ていただきましょう。はい、じゃあいきます。はい、ということでそういう裏話があったんですね。はい、でもこんなねハワイっていう自然が大好きな人とディズニーが大好きな人がここに来たらもうこんな幸せの賭けにこんな嬉しいことないですからね。ということでいよいよこんだけ暗くなって終盤となっておりますので最終問題に行きたいと思います。はい、ということでだいぶ暗くなりましたね。ざっくりとしたアウラニのご紹介はこれにて終了となります。もっとね本当は部屋の中とかも紹介したいなっていう感じではあったんですけどちょっと今回見せれなかったのがごめんなさいっていう感じなんですけども、ここで最終問題を一問出させてもらいたいと思います。こちらの問題です。ドン。アウラニリゾートではトータル何体のキャラクターと会うことができて誰と会うことができるでしょうか。ということでこちら正解したポイント数分だけポイントを獲得することができます。ということで皆様全てお答えください。どうぞ。まず人数で会っとったらポイントやし、誰と会えるかっていうのがポイント。そう、何人っていうのも大事なの。そう、でそれではぐれても名前書いてあったやつはポイントなの。そう、さあここは大量ポイント獲得のチャンスですよ。では皆さん最初問題、はい、回答の方ドン、はい、ドン、ドンやん。
12体はい、りーちゃん10人てか10だからみんなチェックして、はい、自分が何ポイントかを、はいはい、確認してください、はい、ではいきます。はいはい、ということで皆様お疲れ様でございました。こちらで全ての問題は終了となります。これでもしかしたら逆転の可能性もありますので答え合わせをさせていただきます。ということでまずアウラニリゾートで会うことができるキャラクターの数は全部で15体です。はい、15体です。これで15体ですって書いてるあなたはとりあえず1ポイントですね。はい、ということで続きまして会えるキャラクターを紹介していきたいと思います。まずはもちろん会えます、ミッキー、ミニー、続きましてドナルド、デイジー、そしてグーフィー、マックス、これグーフィーの息子のマックスですね、とブルート、そしてチップ&デイ、そしてダッフィー&シェリーメイ、そしてオルメルですね、アウラネ発祥のオルメル、そしてなんとモアナにもらえます。モアナ、そしてスティッチとスティッチのガールフレンドエンジェル、はい、こちらの計15体と会うことができるので、ぜひ会ったら写真を撮ってフォトパスをもらって思い出としていっぱいゲットしちゃってください。ということでぜひハワイに来たら皆さん遊びに来てみてくださいね。ということで現場からは以上でございます。ヒカルでした。マハロー。はい、では獲得したポイント数発表していただきたいと思います。オープン、ドラゴン、お12ポイント9ポイント、ということは逆転された。今回のハワイ王はみーちゃんです。マジかよ、惜しかったね。ラストが出たら10円素晴らしい。いやいや、そんな私からですね。カチューシャちゃう、やっぱり。あ、リュック。テンテンデデンデン。ウビトリンカント。デデデデ。なんだろう。重そう。おめでとう、ハワイを。いいじゃん。今回の商品は、はい、こちらです。なになにおめでとうございます。え、こちらこれ、ハワイの守り神ですね。あいつ先、いや、メネクネではないですけど、メネクネでもないです、ディズニーでもないです、ハワイの守り神です。あんじゃ紹介してたから、それよりもハワイが上回りましたね。でもこれを部屋に飾って今後のみーちゃんでのね平和を祈ってます。ありがとう。面白かった、行きたくなった。ぜひね、行きたい。いつかみんなでね、そう、行きたい、有給取っていこう。はい、有給制度あるもんね。俺ら有給制度ないって、それを目指して頑張っていきましょう。はい、はい、皆さんもぜひアウラに行ってみてください。はい、ということでみんな最後、また会いましょうという意味の最後、また会いましょうという意味のハワイ語でアフイホーで終わりたいと思います。アフイホー、アフイホー。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。ポップピラズでした。アフイ